やってきました。会津若松。やってきたのは桜満開の頃でした。鶴ヶ城入口バス停留所から北出丸へ向かって歩いています。この石垣の裏側は大腰掛け階段状の石垣。入って右側に大手門がありました。北出丸から左に折れると椿坂。北出丸から本丸に通じる大手門のことで、ここには多門櫓と呼ばれる櫓が建てられ、直径5尺8寸約 1.8 メートルの大太鼓を備え、藩主の途上や非常事態、その他の合図に使用したことから、太鼓門と呼ばれた。この大きな石は遊女石と呼ばれています。石運び職人のやる気を起こすために女性を乗せて運んだという伝説の石。打ち込み萩で積まれた太鼓門の上には太鼓櫓があった。太鼓門関を入ると本丸へ。太鼓門石垣の裏側は武者走り。この石垣の右側はお城の玄関口、大手口となっています。このため、敵を迎え撃つため、城内の兵が一斉に、石垣上に駆け上がることができるように、また、兵の上りと下りを区別したとも言われている。再建された天守閣を見ると、わずか155年前の会津戊辰戦争の凄惨さをしのばれます。会津戊辰戦争では、新選組や白虎隊が旧幕府軍として新政府軍と対陣して各地で激戦を繰り広げたことは有名ですね。また、婦女子や少年兵が戦闘に参加した点が特徴的な戦いであったとも言われています。白虎隊は戊辰戦争に際して会津藩が組織した16歳から17歳の武家の男子によって構成された。中野武子は会津戦争において自主的に婦女隊を組織して戦い戦死した。婦女隊には髪を切り男の衣装を着て手には最新式の銃と刀を持って戦った新島山本八重もいた。官軍と会津藩との戦闘は慶応4年の白川城攻防戦で端を開く。新選組は白川方面へ出陣し白川関門の守備に当たりました。慶応4年猪苗代ボナリ峠において会津藩士や新選組大使を含む800名と西軍3000名とが交戦しました。会津に残ることを主張した一部の大使は如来堂において西軍に吸収され全滅したと言われています。翌年、土方歳三の函館での戦死をもって新選組は終わりを迎えました。戦いは激戦となり土方歳三率いる新選組の奮闘もあったものの新式の小銃や大砲を装備した官軍に対して会津勢は次第に劣勢となり戦火は会津藩本拠である若松城に迫った。8月23日、板垣退助が指揮する政府軍は若松城下に進撃し、1ヶ月にわたる激戦の後、会津藩は落城しました。若松城に老幼婦女子約1000名を含むおよそ5000名が籠城。若松城は官軍に包囲され、砲撃により城内の良質はほとんど立水の余地なきに至り捨て立ちや宿だけたるものなど多数榴弾は
陽室または婦人室に破裂して全身を粉砕せられ、肉塊飛散して地壁に血痕を留めむるものあり、その悲惨清掃の光景名状すべからずと会津戊辰戦史は記している。会津藩側の戦争被害者は約2500名、女性や子どもの被害者は約250名にもなると言われています。東北は新政府の支配下に入り、武士の時代は終焉し、近代日本へ移り変わっていくことになります。明治7年取り壊しされる前の天守閣、新政府軍に攻撃され今にも崩れ落ちそうな姿である。そして現在の天守閣は、昭和40年会津若松市が天守の外観を復元し、内部は郷土博物館とした。再建された建造物は天守、黒金門、天守と黒金門を結ぶ渡り櫓が昭和40年に再興された。南、走り長屋、欲しい櫓が平成13年に木造で再建された。天守台は自然石の野面積み。天守下の穴蔵は塩蔵になっていた。五層の天守から会津若松市街地や会津盆地、磐梯山が一望できます。森山には白虎隊19名のお墓があります。戦火に包まれる若松城下を見て、駿河城の方角を向き切腹しました。本丸には大書院や小書院、長野・トゥボネと呼ばれる建物などがありました。明治7年取り壊し前の写真、左が大書院、右が小書院。平成2年に森川家に移築されていた茶室輪郭を元の位置に移築した。千利休の子松庵が建てたと伝わります。
黒金門の石垣は切り込みはぎですね。会津戊辰戦争の悲惨な出来事を消し去るように、今年も桜は咲き続けます。明治を生きた会津藩士、戦後松平容保は引退の上、松平家は陸奥国南部地方に移封され、石高も23万石から3万石に激減した。領主に従って陸奥国に移住した会津藩士は1万7000名に上り、その多くは風雪厳しい寒冷の地で飢えに苦しみ、多くの餓死者、病死者を出した。また一部の人たちは開拓のために北海道へ移住させられ、こちらも多くの餓死者、病死者を出した。会津戦争をなんとか生き抜いた女性や子どもたちが移住した先で死んでいった悲しい話が伝わっています。